すーちゃんが作ってくれたお守りも大事にしてるからね。あと読むね。著書。I love you. OK。ね、毎日電話しよう。電話しよう。じゃあね、タッチ頑張ってくるよ。バイバイ。はい、じゃあね。涙出た。出た。よし、頑張るぞ。Wi-Fi も借りてきた。荷物も預けられた。元とエリカちゃんがやってくれてるやつを2人でやったすごい不安。そうだな。Have you ever been abroad alone? This is my first big challenge. Will it be okay as a mother to be away from Sudan for a week? Is it okay as a wife to leave all the housework to my husband? I worried about going, but this trip is so important to our company. Now I also have team members who are like my family, and I need to protect them. It takes courage to take on challenges that are outside of my comfort zone. Who's going to stop me then? Parents?Husband, society, no, it might be myself. I thought I was working and raising Sudan with Moto, but somewhere along the way I realized that I was still under the spell that I should stay home as a wife and as a mother. So instead of making various excuses to stop trying, I'm setting off on my own. And finally, here I am in Seattle. Wow, 見えてきた。わあ、素敵。着きました。The Lodge at St. Edward State Park Hotel 持ってくださってありがとうございます。すいません。なんかハリーポッターみたいですね。And then also we have just our things to do informational, so hiking, biking, what's close by, as well as we have our spa and we have our dining areas. Cedar and Elm is going to be opening here at about 5 p.m. for dinner, and the Tonsorium bar downstairs is open for happy hour right now. Okay. ホテルに着きました。わあ。部屋にやってきました。ルームツアーしたいと思います。今日来たのは The Lodge at St. Edward Park Hotel。公園の中にあるホテルやな。すっごい周りも自然豊かで、入ってすぐすごい広めのベッドルーム。奥に行くと、わー、あ、すごい大きな。何これテレビ。そしてネスプレッソ。Oh my god。Oh, welcome。Thank you. ありがとうございます。ラコちゃんだ。かわいい。なんかクッキーとケーキを用意してくださってました。シャワールームも素敵だよ。お手洗いも綺麗でよかった。そしてね、シャワーがついてます。ボディクリーム、ボディクレンジングバーと、あとこれなんだろう、スーパーシャワーストリーム。素敵。シアトルらしい。あ、なんか向こうに湖が見えるよ。この木の後ろに。よいしょ。気持ちいい。ホテル着いたよ。空港に一歩出た瞬間からサンジェイさんたちが来てくださってて、スタバの本社とかシアトルのタワー連れてってくださって。でこの後食事連れてってくださるみたいな。見て、朝のすーちゃんが送られてきてた。今元が送りに行ったばっかりだって。かわいい。声も送られてきてる。ママ、すーちゃん今お声聞いてよ。頑張ってくれてありがとう。保育園楽しんできてね。ラビュー。なぜ私が一人で今回アメリカに来たかっていうと、うまみソースのね味を見に来なきゃいけなくなって一人でシアトルに来ました。試作先のサンジェイさんの方々が空港にすぐ迎えに来てくださって、観光連れてってもらって、怖い思いを全然せずに過ごさせていただいてます。本当に感謝。いろんな国に行ってたけど、旅行に関しては全部元とエリカちゃんがこう段取りしてやってくれて、普段いかに周りの人に助けられてたかっていうのをめっちゃ実感しているところです。あ、ちなみにこのホテルは、いつもお世話になっている SLH さんで取らせていただきました。世界中の小さなスモールラグジュアリーホテルズのグループの一つのホテルです。昔進学校だったんだって。だからすごくなんか歴史が漂っていて、ちょっと後でまた館内を歩いてみたいと思います。これはノンアルコール。ノンアルコール。そうですね。さっきの話で結局小麦を入れてない分、はい、その小麦に入っている糖が色を濃くしている。色はですね、はい、これできるだけ薄くしたいってずっと言ってて、あ、そうなんですね。薄い分には全然大丈夫です。水もあります。そうですね。ありがとうございます。ではちょっと大丈夫かな、ママ。なんで？一人ぼっちで行ってる。ちゃんとお守り持ってるから大丈夫大丈夫。今日何時を迎え？あ、もうちょっと早く迎えに行こうか。5時を迎えに行こうか。で、買い物行って、今日と明日のご飯買いに行こうか。よし、じゃあ早く行かないと。はい、キモノコ。Thank you for watching the vlog。私たちはまたすぐに海外に出発してしまうんですが、その前に今日、この動画をスポンサーしてくださったNordVPN さんのご紹介です。今なら、NordVPN さんの通常のプランよりも4ヶ月もお得で、お友達にもプレゼントできるっていうリンクが概要欄にあるので、ぜひチェックしてみてください。When we travel as a family, there's a lot of waiting time, so we like to watch Nondan on Netflix with Sujan. Using NordVPN, we can use free Wi-Fi in public places with peace of mind that our personal data is safe. A VPN functions as a seal to protect your sensitive information during online activities, such as web browsing or video streaming. NordVPN Threat Protection also automatically blocks malicious ads, trackers, and access to suspicious websites. So click the link in the description to get 4 bonus months on top of a 2-year plan and a gift for a friend. It's risk-free with NordVPN's 30-day money-back guarantee. Thank you so much NordVPN for sponsoring today's video. And thank you Kimonoko for listening. Don't forget to click the link in the description for more information. Alright!Let's get back to the vlog. 今日は午前中はクリーンアップして、午後めっちゃ集中して夕方まで仕事して、5時からすーちゃんを迎えに行きます。すーちゃんのところを片付けました。あそこめっちゃ片付けた。すーちゃんのところ、こうロングパンツ、キッズみたいな感じで、ちょっとママのところもやってあげようかなと思っております。でも今日はもうちょっと午後から仕事したいんで、すーちゃんのところだけにして、パパはこれから仕事に戻ります。では、片焼きそば、乗っけるだけのやつね。それにうまみソースも入れて、チンします。冷蔵庫の中にあったお野菜たち、いただきます。今日はこれから何作るの？一緒にマキマキしようか。ゴブって言ったらしかもちょっとお腹いっぱいになってきたじゃん、絶対食べれないね。第1話全部みじん切りキャベツね。いくよ。いいよ。酒醤油を入れずにうまみソース入れます。おー、いい感じじゃん。すごいすごい。おお、これはお手本上手にできました。チーズ。そしてなんとあんこ、あんこ美味しいと思うよ。できたぞー。美味しい。今日餃子にしてよかったね。すっごい食べたじゃん。何個食べた餃子？12個食べた。2回焼いたからな。10個ぐらい食べたな。よしお風呂入ろう。位置について。よーいどん。先にお風呂入れるのどっちかな？ママ、箱ね、いつも大好きだよ。I love you too。今からすーちゃんたち寝るよ。寝ようか。絵本だけ持って。これいいかもしれない。毛布くん、まみちゃんが赤ちゃんの時から仲良しの毛布くん。ある日、まみちゃんと一緒に園に行くと、毛布くんはたちまちみんなの人気者に。よしよし。じゃあさ、ママにさ、おやすみしてね。バイバイ。おやすみなさい。2日目の朝です。今起きました。おはよう。ママに何かメッセージありますか？眠たい。眠たいな。今日はパンとご飯どっちにしますか？パンにしようか。見てすーちゃん、かわいい。ピンクピンクでかわいい。足引っ張って。はい、じゃあ行ってきます。おはようございます。今日はお着物を着たよ。出てきてる。美味しい。これすごい美味しい。すごい。めっちゃ美味しくなりました。ラベルをボトルの形状に合わせて普通にプリントアウトできる簡単な仮ラベルを作っていただいて、でそれをボトルに貼り付けて。するという感じですかね。今お客さんが2年待ってくれてるので、早く欲しいって言ってきてくれているところなので、在庫切れとかがない状態に持っていきたいっていうのがすごくあります、はい、今待たせてるお客さんのために、はい、手作りのシュークリームをいただきました。おいしい。ただいま。でもなんか帰ってきたらさ、ママって言いたくなるね。いるから。そうでしょ。綺麗になったでしょ。嬉しい。こんなにお団子似合う子いるかしら。ご飯作ってくれる？すぐできるよ。今日15分でできるから。イエーイ。ご飯もう1時間以上前からつけといたから、もう炊きます。いただきます。あ、いい感じいい感じ。パパこの炊き上がりのこの瞬間が最高に好きなんだよね。すーちゃんに湯気がかかってるみたい。もうこんな食べちゃってる。パパもからしよう。すーちゃんが今から何をするかというと、箸検定1本で持ってください。はい、合格です。次2本で持ってください。オッケー。合格。この豆をこっちに3つ入れましょう。じゃあすーちゃん年齢だけ入れよう。123。やったー。箸検定全部丸になりました。おめでとうございます。ママがいない間の1週間のご飯の献立を書きます。ピーピーピー。ママと行った日、ここの日はお寿司食べたね。お寿司で、昨日の夜何食べたの？餃子だ。餃子作った。おお上手上手。で夕ご飯どうしようか。ママが帰ってくる前の最後の夕ご飯、オムライス作っていこうか。ケチャップのママおやすみ。今すーちゃん夜だよ。ニューヨーク行くでしょ。ニューヨークでも頑張ってね。無理しないでね。ラブユー。飛行機で眠ってね。アラピー、アラピーチュー、チュー。かわいい。わお。最後のディナーに来ました。僕なんかどう？飲みます。じゃあ今手荷物検査が終わりました。ちょっとこの旅ずっとリッチモンドから来てくださっているお父さんが朝からここまで連れてきていただき本当にありがとうございます。いや、こちらこそありがとう。楽しかったです。はい、もう本当に初一人旅だったのでドキドキだったんですけど、伊藤さんがいてくださったおかげで随分やってもらっちゃってすみません。本当にまたこれからそうですね、今後ともよろしくお願いいたします。では、ありがとうございました。私もこれからニューヨークへ行ってきます。お気をつけて。ありがとうございます。はい。すみません。失礼します。Okay, let's go. 伊藤さんがね、ずっと付き添ってくださっていたから、一人旅の不安みたいなもの。感じずに来れたんだけど、これからもちょっと緊張しますね。なんと N2、 ここ A なんだけど N のゲートを A まで行きます。I say moe and they always write moe. Is it because my pronunciation? This sandwich was so good though. I'm off to New York after this, so stay tuned for the rest of my trip. And please praise Moto and Sudans for their efforts. 最後。I love you. Goodbye. ニューヨークでも頑張ってね。飛行機で寝てね。またね。バイバイ。おやすみ。